こんばんは、南原です。僕はまた怒っています。実際僕そんなに怒らないんです。普段の生活の中でこう声を大にしたりとかそんなことはほとんどありません。一部の人はですね、マネーの虎と番組を見ていて、あの時南原さん怒ってましたよねと。でもあれは怒っているんじゃなくて冷静に忠告しているだけなんです。そんな中で今のコロナ、日本中の人たちが生活に苦しんでいるのに、公務員の給与ボーナスがたった 0.05 ヶ月分カット、これって本当に民間並みなんでしょうか。公務員の給与というのはですね、民間並みが原則で、民間と比較して給与を決めています。今回は2020年の4月の時点の民間の給与と公務員の給与を比べて、公務員の給与がですね、民間よりも 0.04% 上回っているが、ほぼ差がないといって給与の現状維持を決めてるんですね。今はですね、ご存知、緊急事態宣言が出て、どの企業もコロナの影響を受けています。なのに公務員のボーナス 0.05% カット、それって本当にカットしてるんですか。全日空はですね、給与を3割カットしていると。これってすごい大変なことなんです。もちろん航空会社は飛行機が飛ばなければ収益がないんで、それを航空会社の皆さんは甘んじて受け入れるしかないです。じゃないと会社が潰れちゃいますから。我々飲食店、この間聞きました、周りの飲食店の経営者がやむなく従業員さんの給料をカットしていると。それもですね、20%、30% カットしている。だって緊急事態宣言の中、お客さん全く来ません。そんな中で給料が出せないんです。なのに公務員の人、民間と比べて同等レベルのボーナスをカットしたと。給与どころか今民間ではボーナス全く出ません。ゼロというところもたくさんあります。まあ大手の一部の企業は昨年に対して若干ダウンだとか、ところが零細中小なんていうのはボーナス、その言葉は何ですかみたいな、こんな現状の中でですね、公務員さんの給料、僕は決してこれは公務員に対して悪く言ってるわけじゃないです。政府がですね、もし会社だとしたら経営方針としてやはり民間並みにきちんとカットすべきです。その上ですね、公務員の人、失業する危険性が非常に少ないです。というかほとんどゼロです。失業という言葉はありません。民間はついに店舗を閉めましただとか倒産しましただとか、そんな話がどんどん聞こえてきます。もう少し痛みを分けてもいいんじゃないかと。その上、公務員の給料はだいたいこんな感じです。ところが総務省の発表によると、今から20年ほど前をピークに、世帯所得、なんと1世帯あたりの所得がですね、この25年間で100万円も減少しているんですね。さらにもっと言うとですね、教育費も上がっている。こんな日本でみんな生活が苦しいに決まっているじゃないですか。そんな中にこのコロナですよ、にもかかわらずボーナス 0.05% カット、この数字を聞いて僕は唖然としました。菅さんにもう少しリーダーシップを発揮して頑張ってもらいたいもんです。もちろん僕らも企業努力というものを頑張ってやっています。社員さんの給料を減らすのも一つの企業努力です。飲食業もなんとかこの苦しい時を耐え抜いて、後に来る明るい時代のために頑張って、ここは我慢をして生き残っていこうと、こういったことをやっているのに国がそれをやらない、もしくはですね、国会議員の給料、これを3割カットしたらどうですか。それが本来菅さんがリーダーシップを取ってやるべきことではないかと、僕はこう思っています。今頑張ってる医療従事者の人、なんと中には給料を下げられている病院もあります。病院によっては経営が苦しいから給料を下げざるを得ない、このコロナの中あんなに頑張っているのに給料下げられてしまう、なのにボーナス 0.05 ヶ月分カット、これ本当に正しいことですか。菅さん、リーダーシップを取って
こういったところ多くの国民が納得できるようにしてください。よろしくお願いします。